エウドクソスは、紀元前4世紀の古代イギリシアの数学者、天文学者。エジプトで長く暮らし、後にアテネに移住した。著作は現存せず、その仕事は、後世の他の学者の引用によって、現在に知られる。彼は、紀元前4世紀頃に、天道説を唱えた。円錐の体積は、同じ半径、同じ高さの円柱の体積の3分の1になることを、証明した。 これらの成果は、ユークリッドの著書に記載された。天文学者としては、地球球体説を採用し、また地球を中心に、他の天体がその周りを回る、天動説の立場に立った。彼によると、他の星々は各々個別の透明な玉に張り付いており、その玉は地球を中心に速さを変えることなく、回転し続ける。これによって、惑星の逆行を大雑把に説明することに、 成功したが、定量的な予測には至らなかった。彼の説明は、アリストテレスの宇宙論に取り入れられる。ヒッパルコスやプトレマイオスは、同じ天動説に立ちながら、惑星や月、太陽の軌道の説明には、終点円やエカントに基づいた全く別の理論を、用い、数値的に精度の良い予測に成功した。しかし、 これらの新しいモデルはアリストテレスの自然学の原理に必ずしも充実でなく特にエカントを実現する物理的な仕組みは誰にも想像がつかなかった。そのためエウドクソスの同心級モデルを改良してプトレマイオスの理論を置き換えようとする動きは一度ならずあった。特に12世紀にイスラム圏だったスペインで起こった一連の研究は ヘブライ語やラテン語にも翻訳され、太レマイオス理論からの脱却を目指す、動きのきっかけを与えることになる。ありがとうございます。